みそちゃんガリガリ。안녕하세요みそ입니다。今日は何をするかって言ったら、じゃん、帰ってきました。最上でございます。おじやん、잘지냈어。어、보고싶었지。ママ会いたかった。なんかママちょっと太っとったんやけど。で、私、7時起きで、いつもさ、6時とかに寝よる人生やけん、マジで、これ寝たらやばいと思って、オールできて、もう髪も洗ってないんですよ。もう洗ってないというか、まあなんか、まあ、はい。実は、じいちゃんに帰ってくることを言ってなくて、で、じいちゃんって私のことめっちゃ好きじゃないですか。初期の頃から見てくれる人やったら、多分、あ、じいちゃんみたいな感じになると思うけんね。今回はサプライズで、ちょっと、なんか、じいちゃんみたいな、帰ってきたよみたいな感じでやりたいと思うので、動画回してみました。で、今、パパとかが、その親戚が集まって田んぼがやりよる時期やけん、ワンちゃん田んぼ行ってるかもしれんけど、ワンちゃん家におるみたいな。よろぶん、どっちだと思いますか？てか、じいちゃんとばあちゃん動画出るの久しぶりすぎて。彼氏ドッキリ以来。懐かしいね、あれ。今だから言える話よね。彼氏役の方が、全然顔出し OK よとか言ったら、急になんか、出れて、顔出し NG でって言い出して。懐かしいね、あの子元気かな。今回、西条でいっぱい動画撮りたいと思って。で、可愛いサングラス、ドンキで買ってきました。2000円したけんね。高すぎだろ。まあ、とりあえず行って、東京のお土産とか久しぶりにやって、どうみたいな。元気みたいな感じで。早速、で、行こうか。で、幼馴染が空港まで迎えに来てくれました。見合わせよーって。喋れよ。じいちゃん元気かな。ただいまはただいまなんなん、じいちゃん元気だった。あお。みーちゃんもバラついたからバラついしっていや、よ、いいわ。あ、まあ、久しぶりばあちゃんのご飯食べようかな。え、何しよったん。田んぼしない。あ、田んぼ今日タオルしましたっけ。今日作ったっけ。今日も上がり久しぶり。何？え、てかもっとさ、元気だったんとかなんかさ、元気だったんとか安全安否確認みたいなないんですか？あるって？キンパ？弟が見よるよ。うん。泊まり込みで。あんまり帰らんよみたいな。あ、ほやけど、ドッキリ撮ろうと思って。やけよ、なんか撮る、帰るって言ったけど、ドッタキャーみたいな。して、帰ってきたよ、みたいな。あ、今の兄ちゃん、ドッキリ出る。え、ほよ。え、やめてや。みーちゃん、何つかした？今日帰ってきた。うん、おもろ、じいちゃん元気だった？元気なのね。ね、口に米ついてる。え、お腹空いた。何も食べてないよね。え、ばあちゃんのちらし寿司やか相当久しぶりなんやけど。やば。みーちゃんなんで帰った？飛行機で帰った。うん。お腹空いてる。これぐらい食べれる？うん、余裕。あっつ。じゃ、お風呂入ってないよね。来たからなんかっていうか。サングラス壊れたんやけど、やば。どこで壊れたん？さっき。2000円したんや、これ。うん、2000円したんや、早く壊れた。うん。どうなっしょっけ。わからん。みーちゃん、これで焼肉食べるんだろ。うん。あれ豪華な家だよな、ここも。ね、めっちゃおしゃれだよね。あんた、わと自分とこの家みたいに肉は食わず、ぶどうは食わず、そうめん食わず、やだったね。みんなあんま食べたくない、一人でずっと食べた。え、てか、お土産買ってきたよ。ちょっともうまだ食べれるんだとこあげるけど。あんたいっぱい食べれるやろ、そう。ほんで、何この頃じいちゃんの、うん、もうおばあちゃんにごめんなさい、すみません、お願いします、ね、ばあちゃんのチラスティック使ってごめん。なんかやっぱ一人暮らしでは食べれんご飯やけど、いただきます。全力ちゃんもっけ。飛行機で帰ってまっちゃんの頭に迎えに来いよってやった。迎えに来てって言って、トモ君そんなんあった。もし彼女見つかったらドラーンって言い訳する。彼女おらんもん。彼女おらんもん。だけど分からんよ、この人でやるの。兄ちゃん、あの、おいしい。てか、なんでこれ壊れたん。片方どこ行ったん。2000円したのね。ね、なんか分からんね。ありがとう。ここに取っとかなきゃいけないわ。何これ。つけないよ。キュウビンをつけてね。ネギ出すんだけだろ。うん、え、でも壊れたやつないよ。どっか行ったやない。どっか行ったやない。片側なかったらならんじゃん。ええよ、もう。そういうことないよね。片側とどこがいい。知らん、ないの。外かな。外に落ちてるかもしれん。ええよ、後で拾っとくわ。
びっくりしたもんね。あの波じゃない。結婚式で一緒になってるお土産お土産っつってもみーちゃんが食べたいやつやけど、ごま団子。あ、おいしいね。おいしいよね。これは私用。私用。私用。私はもうこれ帰って食べたらいいね。おばあちゃんとか全部ちょうだいよ。半月満月は何日？半月みたいな。じいちゃん羊羹好き？羊羹。後ろコーンはい、コーヒーって言ったシュガーバターサンドツリーみたいな、ベタのやつ、はい、開ける、ベタな、定番や、あ、定番選ぶんやみたいな、見たもんね。一食ともくん帰ってたら、あそこでみーちゃんが彼氏連れて帰ったんと思った。うん、彼氏なんか連れて帰ってくるわけないやん、あと5年後ね。さ、懐かしない、あの彼氏連れて帰るドッキリ懐かしない。で、このさ、ごま団子の芋系マジで美味しいんやけど。トモ、おかわりするならおかわりせえよ。遠慮せえでいいよ、マジで。美しい。それぐらいはやめるけど、やめる。帰ってみちゅう。え、ちいちゃん、パク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 料理も買うだけやろ。今なんぼでもあるかもしれない。ごちそうさまでした。声が出た。なんか、お菓子とか、これおっぱいみたい。これ、え、本当この人があげたら喜ぶよ、みーちゃん。これみーちゃん。ばあちゃんが言ったらもう私飲みようないし。これみーちゃん。誰でも一緒ってもうやめて。この人があげたら喜ぶよね、トモコン。これ、ともに言うなよ。じいちゃん、おっぱいみたいなやつ。今じゃあもう一個あるよ、もう一個。これ誰がしたん、これ。ねえ、もう。今日一日田植え頑張ったんやろ。ズボン可愛いやん。ズボン可愛いから。スケスケ。おっぱいが持ってスイッチ買うから。ねえ、やばい。反応に困ってるやん。みんな思わんかった。これ見た途端に。ね、一生思ったよ。けど言わんかったよ。おっぱいちょうだい。おっぱいちょうだい。なんでおっぱい喜ぶのに。はい。チュッ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 え、じいちゃん、トレーやしたらね、これ、サイズのあるわね。え、違うよ、全国版のトレーやない。サイズのやつのと違うよ。だって東京めっちゃトレーあるよ、有名なとこ。うん、うん、サイズのやつ多分違うと思う。サイズはね、あのトレーやみたいな、じいちゃんあるね。ね、私もやけん行った時最初サイズのやつかと思ったら違う。こっちがん、父さん、トレーなんか、ばあちゃんちって感じ。これ食べれるん？うん、これね、いや、サラダのやつやろ。そうそう、うん、東京の方が運転しやすい。高級車が多いけん事故ったら面倒いやん。みんな最近ゆっくり走りよる。そんなに飛ばさへんけん。うん、何家の種じゃん。どこにあった？ここにあった。うん、ビワの種。なんでビワの種工場。じいちゃん、お客さんが出とこわよ。ひいじいちゃんとひいばあちゃんに、やりますよって。やるよ。やるよ。マジやね。元気でしたか？バシケルシュピシュを。ただいま。懐かしいバランスボール。なんかあんだたったどっこさんみたいな。前からもう10年だったからね。はい、今日はドッキリみたいな感じで撮ったんですけど、どうだったかでしょうか。嬉しかった？びっくりしました。びっくりしました。また定期的に帰ってくるけん、次はちゃんとキンパ、あなたの大好きなキンパ怪獣も連れて帰ってくるけん。おっぱいのお菓子美味しいって、またこれお願いします。それ多分いろんな種類あるんよね。いろんな種類か。3色なんか、うん、卵とかいろんな。そうやけん、いろんなおっぱい買ってくるわ。じゃあ東京行ける時は空港で東京バナナとごま、ごま団子やろ。ごま団子かい。え、ほい、これごま団子よ、おっぱいさっきの。うん、うん、でもなんか芋味で取ってけん買ってきた。おっぱいなの。おっぱいなの。ばあちゃんバイバイ。またね。はいはい。じいちゃんバイバイ。バイバイ。じいちゃん熱いけん倒れんようにね。はいはい。死なないでくださいね。オレオレさせよ。死ぬまで生きとるよ。てこと死ぬまで生きてる。さっきのじいちゃんかっこよかった。バイバイ。
Thank you.